北朝鮮、短距離弾道ミサイルと長距離ロケット砲の火力打撃訓練、国連制裁判に。本日、北朝鮮の朝鮮中央通信が、金星音が日本海上での火力打撃訓練を現地指導したと報じました。その際にこのような写真が公開されてるんですが、今回、朝鮮中央通信が、 公表した写真を見ますと、このような明らかなミサイルの写真が写っており、こちら国連制裁決議に違反すると思われます。この弾道ミサイル、ロシア製の短距離弾道ミサイルのコピー、9K720 イスカンデルのコピーだと見られておりますが、 他にもですね、このような写真が公開されております。朝鮮中央通信は、この発射訓練について、金星音が4日に日本海で行われた最前線、東部前線防御部隊の火力打撃訓練を指導した。訓練は最前線、 東部前線防御部隊の大口径長距離ロケット砲、戦術誘導兵器運用能力と火力任務遂行の正確性、武装装備の戦闘的性能を判定検閲し、これを契機に全軍を名射手、名砲手運動へより力強く奮い立たせ、形状的な 戦闘動員準備を抜かりなく整えさせることに目的を置いて行われたと。このようになっておりまして、こういった発表内容を見ても、北朝鮮は明らかにですね、いつでも戦争を起こそうと準備を整えていることが皆様お分かりいただけるんじゃないでしょうか。また今回、 通常のロケット砲だけではなくて、このような明らかな弾道ミサイルの発射も行われておりますので、日本政府には国際社会と連携し、今回の北朝鮮の弾道ミサイル発射が国連制裁決議に違反しているとして、しっかりと北朝鮮に対して国連で圧力を かけていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました